皆さんどうもこんにちは、ダイタラです。マリオプラスラビッツキングダムバトルのね、今日は1面のボスです。ようやく長かったね。1の8まで通常ステージだって、1の9がボスだね。ここ勝てるかな、勝てるかな。結構ね、1個前とかめっちゃ苦戦したんだけど、勝ちたいと思います。行ってきます。出た、1の9。バナナがあれば。え、ドンキーコングなのこれって、もしかして。うほほほほい。どちら様で、お前か敵は。おい、お前をやっつけるぜ。俺腹パンすっぜ。ねえこれ、え、クッパジュニア。やっぱなんや、何しに来たお前。おい、そいつから離れろ。はは、分かったぞ。お前たちもそいつの能力使いたいからか、使いたいから追っかけてんだな。そいつは僕が先に見つけたんだ。その能力は僕のもんだ。あ、お前誘拐すんなよ。そうだ、こいつに名前をつけよう。スポーニーだ。かっこいい名前やな。スポーニー、僕の手伝いをするんだ。そこにいるマリたちびっくりさせてやろうぜ。そうすればお父さんが旅行から帰ってきたらきっと褒めてもらえるぞ。あ、クッパは旅行中なんだ。カモン。え、そっち行くんや。なんでや、なんで味方すんねん、そいつの。バナナ？おい、マリオ、こんなとこまで登ってきて疲れたら、これでも食べたら。そうそう、ついに僕の友達にも会ってきてよ。バナナがとても好きなやつだ。かぶけよ。え、なに？おう、バナナ、ありがとう。ええ、ラビッツコング？え、ドンキーコングの親戚やん、これ完全。DK ついたね、DK。ドンキーコングと合体したやろ、絶対それ。待って待って、なんやこいつ。あ、うまい。皮むけだからお前。もっとよこすげや。うわーおー。さあ、ボスを倒せ。どうしようどうしようどうしよう。バナナ食ってる。美味しそうですね。バナナ食ってんで、一生食ってるお前は。うまい。うまい。食べ方可愛くない？なんやー。は？強くね？プレターン。いきなりダメージ食らったんだけど、どうしてくれんのそれ。ちょっとこれ、衝撃波から隠れなあかんってことかな、要は。ねえ、でどうぞ仮定すると、とりあえずスライディング一発入れて、お前おつーってしとくか。いや違うな、スライディング入れるよりも、よし、一回こっちで行こう。この作戦で行こう。ラビッツピーチ、よし、帰れ一旦。で、やっつけるんで、多分やっつけちゃうか、このまま。50%、ワンチャンアタック。わい、外すー。何外すね、お前は。で、マリオにかけ、マリオにかけましょうか。さあ、マリオさんが、え、ジャンプ届く？届いてないよな、これ。届かんやんけ。うわ、やってもうた。やってもうた。やらかしマリオや、これ。え、どうしたらいいんや、これ。ルイージはもっと引きこもって、ここずっと一緒引きこもっててほしいから、マリオこっち行くか。横のやつも 50% なんだよな、結局。50% の壁を打ち破れってやつ？無理やって、そんな。とりあえずここ行こうか。ウェイ。伝説の 50% を超える男だいたら。で、ルイちゃんが、移動してもダメだよな、やっぱ。ルイージずっとここで引きこもってて一緒。ニートニートニート。ニートタイム。で、こいつを 10% 壁でやっつける。よいしょよいしょよいしょ、いいぞいいぞいいぞ。ドコインボーナスだと、うまし。で、そいつどうする？ねえ。ハンマー叩くの意味ないもんな。撃っとくか、とりあえず目の前のやつ。ワン。あ、外したね。くそー。ターン終わりや。マリオダメージ食らいます、今回。さて、敵のターン。さあ、こいつは前へ出てきた。こんにちは。うわ、横から丸見えじゃなかった。残念。見えてません。危ねえ、50% の壁を突破できない男。あ、いったあいつスライディングしてきた。性格ゴミや、こいつ。覚えとけや、あいつ。うわ、と 50% の壁を突破できず、雑魚だな、あいつら。よし。さあ、マリオも攻撃したいんだけど、できない。
さあルイージはもう一生ここで引きこもりタイム。待って、君はね新しい武器があるよね。そうよ、待ってスライディングしてからにしよう。じゃスライディングでこいつを削ってから完璧ちゃうこの作戦。削ってからペット召喚。お疲れさん、はじけとべー。よし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 、あいつばっかー。で君はどうする、ルイちゃん。ルイチちゃんはルイチちゃんをペット出しておく。とりあえず2ターン目でカモンペット。よしで次マリオ。マリオはとりあえず撃っとくか。こいつマリオタイム当てますね。でマリオ一旦下がろう。よしターン終了。俺さドンキーコングみたいなやつもっとさ殴ってくると思ったけど全然来ないね。あいつ暇なの。バーハチキ止めー。最強じゃん俺。なんだ、ま、じゃあ 前行こうぜ。でもこれなんかフラグな気すんな。危険やな。なんかとりあえずルイージが前出て撃つか。うイエーイ、うん、当てた。どうなんの。バナナ食ったで。うまっ。はお前回復かよ。強すぎやろお前。えあれ、あ何あいつバグキャラやん。そんなんあのバナナポイントまで行かなきゃいけないのかなこれ。わかんねえ。もう一回。よしバナナ食べます。うましいって。何よお前。ちょ待って待って待って、全回復やで。それは強すぎひんかお前。おかしいやろ強さ。さあピーチも前へ出てくるけど本ターンは終了しましょう。さて4ターンです。うわ出た衝撃波。わおわお、マリオ以外吹っ飛んだ。あたりはコインまみれ。よし待てよ、このでっかいやつの裏に隠れないと基本食らうんだね。じゃあねとりあえずルイージが絶対食らうんやったら、もうとりあえず前出るけど、ルイージ前出てでマリオはここ踏みたいけど踏めないな。どうしよう。でいけない、まだまだいけない。もう一旦我慢や。ちょっとコイン回収だ。めっちゃめんどくせえなこいつ。で、マリオさんがここまで行くか。よしでペット出しとく。とりあえずトリマペットオン。よしでターン終了。イエーズ、ずるないそれ。一生行かれへんで前まで。あペットが頑張ってくれた。ペットありがとう。計算通りですよ皆さん。これがこれが俺の実力やで。どうしようかな。クライアーよし完璧完璧完璧。でマリオさんは前まで行く。めっちゃコインあんねんけど周り。ゲロうまやないこれ。うほ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 ほうほほほザホヒヒーと。ほらいざ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 。で次でピーチ姫。ピーチ姫はもうもろ出し丸出しでええか。一応前出るかここで隠れてペット召喚。ダブルペットの術やカモン。このペットくんさめちゃめちゃ使えない。クソ強えんだけど。よし敵のターンよ。おう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 。あーやっぱあの二人はダメだ。クソ
トピアダウン、はじき飛べー。あれ爆発しないの、あれって。なんでこいつらなんで爆発しないのどういうことやねそれ。これが終わりです、終わりです。皆さんとりあえずお疲れ様でした。じゃあとりあえずマリオが先攻撃しようか。クライクリティカルノンエフェクト、終わり。何お前ずるいぞそれ。なんでまだ出てくるお前ちょお前俺完全勝ったと思ったで今。俺体力わずかに残しちゃった今。わからん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 、マジでないってそんなの。ちょコイン集めさせてな、みんな。俺ケチやからこういうコイン大事にするタイプやで。えらいよなみんな、俺物大事にする人って好きやで。みんな俺のこと好きやもんな、みんなありがとう。よし、じゃあ前行くぞ。前行こう前行こう前行こう。とりあえずルイージが割と体力的にも、ルイージ移動できへんのか、もう届かんよな、ルイージ。じゃあペット出すか。届かへんから出されへんのか、じゃあルイージは。じゃあ前行くしかないねんな、絶対。で、ピーチ姫ラビッツ、ピーチ姫ラビッツ、ピーチラビッツ、前へ出て、攻撃すっか。食べんやろ、ご飯、お前。うまっ、マジで死んでほしい、こいつ。絶対許さねえから、俺、ドンキーコング嫌いになってきた。みたいなもんやからな。ルイージ動けない。ルイージ動けなナッシュやからな。マリオ、ここしか行かれへんや、それって実質。結局、前行ってもバフバフに戻されんやろ。でも、一旦このターン戻ってけへん可能性信じようか、俺。どうよ、ワンチャン。ワンチャンあると思います。ない?次のターン。出てくる敵。おまけで?痛い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 。結局、戻された。きっつ。さて、敵出てきた。フレーターです。動く?こいつら。あ、行く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 しよん。いいぞ。ペットちゃんがワンチャン頑張ってくれる。私のペットは108人力ですよ。よし、108人分働きますよ私のペットは。よし、じゃあまずここやろ。マリマリマリオ、ルイルイルイジが、どうしよっかな。ペットもう一個召喚してもええねんけど、でマリオのために移動マス増やそう。マリオで、やつを足す、撃つ。オッケー。で、マリ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 オは、マリ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 オは、あいつやっつけてえなー。結局、一個行かれへんのか、そこ。で、高いとこじゃないと防がれへんで、どういうことやねん、それ。いや、ここでも。で、やつを撃つ。クリティカル出ない、学装。で、君や、一番大事なのは。待って、こいつ、さあ、いきなり出してしまったら落とせんじゃね?天才的発明。来ましたね、これ。はい、いただきました。さよなら。来た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 。で、多分敵の攻撃にさらされるからシールド貼っておこう。完璧ちゃうか、俺。で、マリオたちは、もうお前動いたら殺すでよ、発動。よし、移動はしなくていいや、最終了。はい、ノーエフェクト。あー、これ敵味方とも構わんってやつなんだ、マジでひでえ技だな。いけ、ふざけんな、お前動いたな、許さん。よし、クリティカルバウンズ、バイバーイあ、ペット君攻撃してくれてんだ、ありがてえ。お前なんか回復整え、コイン解散か、それ。ね、すげえ敵の元へ行くんだけど、この優秀なペットは爆発していいよどうしよう、これ雑魚敵めんどくせえな。ピーチがやっつける全部、それもありだよね、ピーチが全部受け持つってのも。でマリマリマリオが前行けねえんだよな、結局。ついな、マリオが巻いたら何もできねえ、このままじゃ。
ね、本当これ困ったもんやない？マジマリオがマジ無能なんだけど今。マリオは無能でいいや一生。ここ行って、ボスに攻撃は当たんねえから、ちょっとやっつけよう、頑張って。オッケー。さあ、バウンズクリティカルで撃破。よし、敵を狙っていけ。あとはひたすら、よいしょ。みんなで、やつをやるだけ。届かんの？マジか、ルイジ。ルイジアナッシュや、それまさに。これ、手前って、通るかな？ダメージ通んないかな？弾けるかな、ルイジも。弾けるルイジになっちゃう？弾けるルイジなんない読みで。多分なるだろうな。ルイジ前行っちゃったよ。あ、クリティカル、いいぞ。あと29。あとみんなどう、もう打てないよね、攻撃。はい、終了。ボーン。あ、やっぱルイジ当たるか、そこは。あ、でも後ろ壁あったら、あんま吹っ飛べへん。あ、そういう使い方できたんだ。さあ、プレイヤーターンみんな、ペットちゃんは動き出す。絶望へ向かって。多分次こっち来るでしょ？いや、違う、こっちはね、後ろか、多分。じゃあ、ここでよくね、ルイージ。じゃあ、みんな移動したい。マリオが一番困るな。マリオ、この辺おるか。とりあえず。プリマ、ここに。マリオ、ここに。で、ルイージが、いや、ルイージがっていうより、君の方がいいな。君が、撃ってやっつけて。決めろ！体力ゼロになったね。まだ動くよな、やっぱ反対側へ。残ってるのは一つの方面。完璧やぞ、この読み。はい、残念でした。おうおう。バウンズして、このとこ来たね。うまっ。また食べちゃうよね。120アップ。いや、ボス戦だけ、クソ強え、こいつ。これが戦略ゲーム読み合いってやつやな、みんな。わかるか？これがね、達人の戦い方やで。ワンタンバナナデスマッチ！ワンタンバナナデスマッチ？一体何なんです、それは。いや、バナナなくなっちゃうよ、アタックや。お疲れさんですわ。さあ、これで、もうやつは、もう泣きながら泣くしかない。泣きながら泣くって何やろな、その状況。え、なんで当たらんのこれ、当たるやろ、その距離。マリオさん。マリオさん、届かんのそれ。嘘やん。意外と遠いね、それ。ねえ。じゃあ、君はどうする？逆に困ったな、これ。ここ行く。いや、でもダメージ食らうよな。いや、回復するか、とりあえず先にマリオと。よし。で、吹っ飛びたくね。あ、でもここでいいかも、君は。もうよく、や、多分役割終わりだ。え、敵増えんの？うえー、痛い。一体だけかな、敵、この感じ見たら。うわ、スマッシャーや！ウィーンガシャ、ウィーンガシャ、ウィーンガシャ、ちょっと待ってくれ。ガチきつい、ガチきつい、ガチきつい。ガチガチのキツキツやで、これ。え、どうしよう。とりあえず、ルイージはひたすらボスを攻撃。で、構わんな。よし、ノーエフェクト。で、ルイジって、どこまで攻撃届く？ここ届かねえんだ。うわ、きっついな。でも逃げたいな、あいつから、スマッシャーから、ルイジは。でも、しゃあない。あやビジョン発動。マリオたちの方におびき寄せよ。ルイジに全部任せる、あとは。で、マリオと、ね、ピーチ姫の二人で、やつを受け持とうも。マジで最悪やけど。スライディングしとくか。ルイジもスライディングしとけばよかったな。あとにしたらええか。よし。で、ブラスターショット！クリティカルバウンズ来た！よっしゃ！わっ、で、アウトオブボーナス入ったで、ね、うまっ。爆発したで、ね、ザオミロ。あ、死んだ！え、最強やん、俺！完璧やったな、今の作戦。よし、攻撃。いろいろ運が重なったな、今回は。で、ターン終了しましょう。勝った勝った、次のターンで終わりや。あー、
とどめといこうぜ。俺たちのターンだ。我がペットたちよ、前へ行け。これマジっつえ、買ってていい。これで、覚えてよかったわ。よいしょ。さあ、とどめはルイージにしてもらいましょう。おっか、ルイージくん。いつものあれ、よろしくね。くらえこれが俺の本気の一撃。まだ来てんの、分離しろよ、お前。え、怒ったって、なんで、まだ積み木、あ、崩れる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 、それ。崩れるって、崩れるって。おーおーおーじゃねえよ。崩れるって言ってるやん、それ。蹴飛ばせ、そこ。あ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 、ストップ。おー、やばい、マリオ。あ。ウェイト、ウェイト、何笑っとんねん。ああかわいそう。あー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 、自撮り完璧や、しかも連射やで。なんでお前アップしてくんねん、お前ふざけんなよ。バイバーイ。自撮り大好きやな。インスタ映え、インスタ映え。いや、ルイージは見せてあげないの？いや、かわいそう。見たい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 。ラビッツピーチとでは美女というような、あのようなハッピーエンドにならないということですね。さあ、クッパジュニアに連れてかれたスポーニーを連れ戻さないと、なんとしても機能広告が破壊されてしまう前に。ですが、その前に一度ピーチ城に戻りましょう。ルイジ。そこできっといい作戦が思いつきますよ。というわけで、ピーチ城へ。帰ろう。さあ、ステージクリア。あぶね、12ターンだったね。なんとかギリギリクリア、パーフェクト大勝利。いやー、強かった。わ、プラス5だって、美味しい。15増えたね。さあ、コインもたくさんもらった。タイム洗濯機。あ、チャプター繰り返しできるようになったんだ。ラッキー。ランクアップ、ヒットポイントアップするんだ。いや、マジか、レベル上がるんだね。武器追加でーす。エイジドガーデンチャレンジ。チャレンジ？はあ、なるほどな。なんかよくわからんけど、エイジドガーデンのどっかになんかいるっていう。で、動かす。ビーポが動かす。あ、ついに動かせ、動かせんだ、邪魔なブロック。ね、流れのままに、ね、トイレの中入れるようになりました。どういうことや。増えすぎちゃう、新しいこと。わからんくなってきた、これ。オッケー、でもな、いろいろできるようになったね。嬉しいわ。いや、結構ボリュームあるね、このゲーム。めっちゃ面白いわ。俺、さっきみたいなゲームの戦うの考えるのマジ好きなんだよね。いいゲームだ、これは。僕もパワーアップしましたよ。ブロックを動かすことができまーす。早くピーチ姫ついてけへんかな。ね。ピーチー。あ、出た。これまで進めなかった新しいエリアに行けますよ。なんか、エイジドガーデンにもなんか押せるとこあったよね。押せ、押せ、押せってやつ。懐かしいなー。エイジドガーデンにも邪魔、ブロックが邪魔で行けなかった場所はありませんでした。あった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 。ラビッツ大砲が改良してくれたみたいで、行った場所ならどこでも行きますよ。僕の精査が正しければ、クッパジュニアはシャーベット砂漠へ向かったみたいです。スポーニーもそこにいます。行きましょう。ルイージすげえ嫌がってるけど。ピーチ、俺頑張ったで褒めてくれや。マリオ、急いでください、マリオ。やばいんですよ、パー。お前なんでついてけへんねん。オッケー。ということで、なんかいろいろ追加されましたけど、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ね。ご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画を見てください。バイバーイ。